闇に見入られ,れ,れ,れ鬼となるられ僕の友達であの心霊スポットとかを毎日行ってほんでそこで何か霊障とかあるかみたいなのを検証するような,なんかニコ生のねニコ生主がいたんですよ知り合いで。 その人がねもう毎日毎日何軒も何軒も回るんですけどもう霊障なんて起きないんですね。女性の声が入るとかなんかドンって音がするとかもうそういうなんかね音みたいなものも全く入らんでなんかね途中ぐらいからやさぐれて腹立ってきててであるですね、まあ、道がスーッと伸びてる心霊スポットがあってほんでもう左右にですね水子の像がぐーっと立ち並んでるんですよ。そこへね 彼が行きましたよ中になんかいろいろやるんですけどもうやっぱり何も起きないんですよでその人ねなんかわかんないですけど逆切れして腹立って水子の霊をねドーンと蹴り倒しちゃうんですよねそしたら水子の霊がガタッと倒れてでそれを見てそいつがああああああって笑っちゃうんですよ何もお前らが霊少子さんから蹴ってやったんだよああああって笑ってもう気分ええままそのまま 10時11時ぐらいに自分の部屋戻るんですよ部屋戻って和室なんですよそこに布団敷いて寝ようって寝てたんですよ寝てたら、まあ、横向きで寝てたんですけどなんかね畳をねすり足で歩くような「ずっ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 ,ずっ,ず,っ,ず,っずっ」っていう音を聞こえるんですってなんやろうと思って振り向きたいんですけど「金縛りにあってて人生初めての金縛りだ」って言ってて怖なってえっって思いながら。 ずっずっずっっていうのがこのね後頭部の方から背中抜けて足の方に歩いていくんですって寝てるこのね布団をグーッと一周していくとずっずっずっず,っずっといや怖い怖い怖いと思いながら目はまっすぐしか向けないんですよもう全然下も向けないなんだこれと思いながらずっ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 と上がってきて目の前にその音が現れた時に足をすってるんじゃなくて。 子供がよちよちしてて、足をずっとずっと吸ってる音だったんですね。その時に、あ、水これ蹴っちゃったから。家に来たんだ。ずっと目の前に赤ちゃん来て、目の前に来て。おぎゃあ、おぎゃあ、おぎゃあって、自分の顔を見ながら、目を合わせながら泣くんですって。おぎゃあ、おぎゃあ、おぎゃあ。 でも怖って怖って目をそらしたいんですけど目が全くもそっから離せない「おにゃーおにゃーおにゃー」ってどれぐらい時間たったか分からんけど気ぃ付いたら朝でその赤ちゃんも知らんうちおらんなってたとえ。何やったんあれ やっぱ水レれ蹴ってるからこれついてきてんやなと思って怖なってでその人もまあ僕の共通の知り合いであるんです、ね、若いお坊さんがいたんで,でそのお坊さんに朝方連絡して「ごめんごめん」と「えー、心霊スポット行って水レれ蹴って」で倒したら家に「赤ちゃんの霊来てしもたんよ」ってで「ぐーっとぐるっと回られておぎゃおぎゃ泣かれて怖ってこれ家に来とるよな」って聞いたらいやそら来とると思うでとその若いお坊さんも。でねちょっとお祓いいしたいから 家の写真何枚か送ってくれんって言って、わかった、わかった、そんなんでわかるんかと思いながら。あの入り口の写真を一枚、これトイレそりゃ寝る前に一回行ったなと思って、トイレ一枚。ほんで、やっぱ寝室怖いよなと思いながら、その和室の部屋をぐっと取って。で、三枚送るんですね。三枚送ったら、これにはおらん、これにはおらん。あ、やっぱ寝室やね、この和室におるわってなって。で、見るとね、お坊さんが、その和室に。一人の。 体の赤ちほんでまあ「一水これ1、まあ、体だったら自分でも払えるか」と思って本当だったらばそこのまあご住職とかに連絡してこうこうこうで僕払いに行きますねって言わないかんのですけどその人はまあ自分でこれ払えるわということで連絡もせんとそこに行くんですよ。 でまあ、数時間後にその家着いてでもお払い始めて「はい取れましたこれで大丈夫よ」と言って「あこんな簡単に取れんのほなよかったわありがとうありがとう」って言ったその日の夕方にその水子に取り憑かれてた男が立教からこの後頭部から階段落ちちゃってゴロゴロ転がって下にドーンと落ちてそのまま病院担ぎ込まれたんですね。前かららだったら 足滑らしてゴローンと落ちるの分かるけど後ろから落ちるってどういうことなんて僕も話聞いててなんやろうと思ったんですけどまあその時にお坊さんも話聞いててでお父さんにこれやっぱ言わんといかんよなでも払えてるしいや事故だと思うんだけどもしかしたら水子のたたきっていうのもあるから1回じゃあその住職さんに1回話しとこうと思って写真見せるんですよ。見てててってお父さんここにね 一枚ね写真あるんだけれどもここに水子の霊が1体写ってるでしょっ払ったんだけど階段から落ちたんよこ,れ何と思うこここれとう写ってるでしょ一体って言ったらお父さんが怒るんですねご住職さんが「お前何言うてんの?」って「え今なんて言った体写って,るって言った?」って「写真に」「お前見えてないよ写真には数十数百ってお前赤ちゃん写ってんで」って。 お前たぶん霊感内から一番手前の赤ん坊しか見えんかったとこれ見たら数々数百写ってるからこれはいかんよ払い行こう今から払い行こうって言ってこれはお寺が一生かけてこれを払っていかんとっていうことになってお父ほんで行って見てみたらやっぱりもう傷だらけで足もクーンとつっててもう腕とかもバッキバキ折れてて。 その体に赤ちゃんんががっとしがみついててるんですって腕とか首とか体とかに何十何百ぐーっとしがみついててこれは払えないって思ったらしいんですねお父さんが。というのも大人になってたら言葉でもって「どっか行けあっち行け」って言ったら言葉が通じるからすぐに払えるんですってただ「水子」とか「赤ん坊」っていうのは言葉は分からんから何言うても全然返ってこないと「いや私はここにいたい」 この人にいいいいいてたいっててたっっうう感情しかないかななら全然払えないって言うんですよだから払っても払ってもまたザッ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 と張ってその人にくっついてくるからこれどうしようとでもこの息子が一て払おうってでもこれで大丈夫って言って家から出たからこんな目を追てるしこれはもううちが世話しないかんっていうことでいまだにですねその子に生活費を与えながら毎週毎週その家にお払いに来てるっていうんですよ。 で僕もですね、まあ、入院してから1週間ぐらいにその入先行ったんですよ。でやっぱりつってて足とかもバッキバキなっててもう動けないみたいな話になっててでまあこんなんこんなんでこんなんやったんでって話を聞いてで前頭から後頭部から立教落ちたって言うたけどどういうことって言ったら「いやあれも多分赤ん坊の人やと思うよね」って言って「どうして?」って言ったら上りきって。 左にクッと曲がろうと思ったら曲がろうと思ったこの後ろの手をグッて何かに引っ張られてガラ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 と落ちてドタンと頭から落ちたとでいったーと思って体全く動かん目の前をまた同じように赤ん坊がおぎゃんおぎゃんおぎゃんって言って目の前に来たとでそれがやっぱ一体じゃなくてもう山ほどいたからあやっぱ払えてなかったんだなってその時気がついたって話をしててでこのまあ一連の流れっていうのを イベントでねちょっと一回話したいから許可取ろうと思って家行ったんでですよで家行って久しぶりを追うて、まあ、お茶出してくれたりとか世間話するんですけどその1時間2時間だったかな一緒にいたのはその間ね脊髄損傷してるから自分で歩けなくってお茶入れるのも何するにも入りながら全部行動するんですよ。キッチンもグッ グッとなながらなんかそれでお茶持ってきたそいつ見てる時にこいつ水っこ蹴って水っこに取りつかれて怪我してほんでは水っこみたいに張ってるんやって思ったらゾッとするなってそういうお話です。